はい、寛容チャンネルです。今日からちょっと新兵器が登場しましてですね、マイクをちょっと購入させていただきまして、少し音質が良くなってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい。で、今日はですね、まあ、マイクも新しくなって多分風切り音が少し減ると思うので、ロケ決定です。風相当強いですけど、はい。で、どこに行くかと言いますと、5月17日といえば何が始まりますか？何も始まり、テレビ連続朝ドラじゃないです。そうですね、ピンポン。おかえりモネ、おかえりモネの舞台ってどこになります？気仙沼と登米市です。はい。で、実はまあ気仙沼は気仙沼の方にやってもらおうかなと思いまして、登米市で、いろいろ調べました。調べたところ、風車が回ってるところがちょっと撮影舞台になってるということで、風車といえば伊豆沼の滑り台があるフートピア。ピンポン、イエーイ。伊豆沼じゃないです、長沼です。長沼フートピア公園に行ってみようかなと思います。じゃあ、はげてください。はい、じゃあ今日ですね、長沼フートピア公園ということで、初の町外ロケ観光でございます。イエーイ。では行ってみましょうか。レッツゴー。はい、おかえりモネの、あらすじってなんかわかります？じゃあ私からそうですね、ちょっと大きめな声で言ってもらうといいかもしれません。じゃあその主人公の長浦百音ちゃんっていう子が、まあ、女の子です。今回は女の子の方が主人公で、生まれが気仙沼らしいですね。最後ですね、高校卒業と同時に気仙沼を離れて、登米市の方に一人で移り住むことになったみたいです。で、まあ、その百音ちゃんは自分も未来を知ることができたらって思って1年して気象予報士の資格を取ろうって感じで、もう勉強を始めて。全部があらすじ書いてる感じですかね。全部あらすじ。これ書き、全部言っちゃうと多分まずいじゃない、まずいじゃないですかね。マジで。まあそんなところで、気象予報士を目指す少女の物語ということでございまして。全部その南三陸から行ける観光地近いですね。もしかしたらテレビの中でバックアップしてもらえる。こういう連続テレビ小説ってこう聖地巡礼みたいなのがあるじゃないですか。はいはい。だって気仙沼にも行くのもいいし、登米市にも行くのもいいし、じゃあその間どこに泊まってるっていうと、いや南三陸ホテル海洋がいいんじゃないのかなみたいなみたいなね、アピールますからね。すごくいい場所なんじゃないかな。どっちにも行けますからね、30分圏内でね。実は私、その撮影してる現場に遭遇してます。あら、そうなんだ遭遇してまして、多分百音ちゃんがいたと思うんですよ。
あの教育資料館、宮城の明治村に教育資料館があるんですけど、うん、そこに撮影スタッフさんがわーって集まってて、多分キャストさんも集まってて、今真正面に見えてるのが、ちょっとこう今望遠で撮ってますけど、栗駒山でございますね。雪ありますね。雪まだあります。秋にはね、すごい、紅葉が最高の場所ですね。ちなみに話が戻りますけど、連続テレビ小説で、まあ、なんかこう印象に残ってるとかあります？朝ドラ見てた中でですか？ええ、アマちゃん。やっぱアマちゃんがね。この前だと、カーネーションでしたっけ、草間さん、うん、違いますね。そうですよね。姉妹で、はいはいはい、デザイナーさんにやられてる。ちょうどね、私はね、私も見れないんだけど、総集編で見たんですけど、半分青い長野芽衣の あれがね、ちょうど我々の時代なんですよ。はい、長沼フートピア公園にやってきました。すごいですね、スクーター回ってますよ。これ結構レアなんですよ。初めて見ました。今日ね、このいかに恐怖かっていう感じですよね。でここの風車がどうもある程度この辺りに出てくるようになってて、ここはこちら側見ると長沼という沼があります。でここは実は高等競技場にもなっておりまして、一時ね、はい、オリンピックに、はい、来るっていうね、話があったんですけども、立ち消えになっちゃいましたが、そういう舞台でもございました。あとこういったね、超スーパー長いローラーコースターとか、あといろんな遊具があったりとか、向こう側にキャンプ場なんかがあります。ちょっとじゃあ下の方降りてみましょうか。じゃあそれをちょっとやってみましょうか。体力勝負、体力勝負。はい、何秒でいけるでしょうか。今逃げましょう。素晴らしい。高いけどやばい、もうすでにやばいから2本目で、あー落ちましたね、アリサさん。そう、ここもね、ちょっと、うん、なんかね、絡んできそうな気がするんですよ。うん、ね、おかえりもね、なんかこれです。これです。こっち
らです。はい、はい、ありがとうございます。ね、ポスターならね、多分著作権に引っかからないと思うんで。こういった、まあ、あとこれ鎌神様ってします？これね、あれなんですよ、かまどの神様なんですよ。古い古民家にはよくあるものです。あんまりしてるかどうかわかんないけど、いや、かまど炊くじゃないですか、こういうところで。かまどっていうか、こう煙が出るじゃないですか。で、これで黒くなってくるんですよ、どんどん。いぶされて黒くなってくる。ちょっとキャンプ場の方面に行きますか。あんまないっすよ。これね、多分他の映像でもあんまないと思います。かなり風が強いというお話です。いや、結構この新緑の感じがね、いいですよ。いい感じの映像になってますよ。初心者はこういうところの方がいいかなっていう感じがあります。そうそうそう。で、ここは生け垣があるんで、隣のほら、はい、うん、人のプライベート空間も保たれてるっていうキャンプ場ですね。団地風な感じでございます。ここはサニタリーとトイレですね。最初ハルコ町から いいんじゃないですか。全然大丈夫、大丈夫。意外と絵的に地味だ。尾崎 P の
見本ですね。見本をすいませんでした。あ、撮ってます。撮ってます。ちょっとカメラ映りの良いあれですよね。しっかりとアピールして、どういうことですか。なんかね、手振ろうかなと思ったんだけど、離せない。手振ろうと思ったんだけど、片手じゃ無理だった。無理です、無理です。無理だった。だから何もできないんですよ。これはね、もうしょうがない。地味な絵になるのしょうがない。もうこれしょうがないですよ、これ。はい、ということでございました。じゃあこういう物産所がこう中にあるような感じでございます。こういった、醤油とかですね、キャンプ用品なんかもちょっとあるような感じでございますね。お、メダカなんか、はい、あ、この辺ですね。地元の方の野菜、地産の野菜なんかが売ってるという形でございます。ありますか。あ、本当だ、ありますね。ドキドキまんじゅう、ある。じゃあせっかくですから、モナカアイス早食い競争あります。ありますか。あります。おかえりモネの傘ですか。あ、かわいい。あ、この下にありますね。あ、めちゃくちゃかわいいですね、これ。風車を見ながら、はい、ということでまた次回。